覚めになられましたか？お困りのことがありましたら、いつでもフロントまでどうぞ。私がご案内させていただきます。こんにちは。さっき考えた夕方のメッセージです。スタッフには下に。まず最初のニュースです。本日現在も逃亡を続けており、その足取りまだ明らかになっておりません。すいません、この部屋の中から激しい物音がするって通報があったんですけど、ちょっと中見させてもらってもいいですか？あのちょっと聞いてほしいことがあるんですけど、実は木本容疑者はどこに隠れているか分かりません。もしこの顔にピンときたらすぐに逆投が。動くな！お前、唐木誠だな。ちょっと待ってください。俺は何も覚えてなくて、気づいたらそこにいて。おとなしくしろ。お前を確保する。違う、何かの間違いだ。俺は人殺しなんて。話は後で聞く。いいか、抵抗しても無駄だからな。目覚めると男はホテルにいた。全ての記憶がない中、男は連続殺人犯として指名手配された。さっきと同じだ。まるで時間が巻き戻ったみたいに。誰？何してるの？動かないで。確かに何かが起きてるんだと思う。特殊捜査課の久慈望です。難事件をバンバン解決してるうちのエースなんだけど。こちらのドアから地下に行けます。私はナビゲーターですから。ちゃんと殺しましたよ。夕方5時になりました。まず最初のニュースです。美濃健さんですよね。何あれ。そんな化け物より連続殺人犯の方がまだマシだろ。それぞれの思惑が交差する中、男は誰を信じ何を疑う。そして選択と死を繰り返し、男は真実を追い求める。プレイヤーの選択によって物語が展開していく
新感覚のインタラクティブムービー。これは映画なのかゲームなのか。デスカムトゥルー。